どうも皆さんこんにちは、キヨキヨでございます。なんだよこれ。もうどうも皆さんこんにちは、キヨキヨでしたのに、もうどうも皆さんこんにちは、キヨキヨでございます。もうサザエでございます的な感じだよ今日は。はい、ということで今日はですね、やってまいりました毎日レジェンド道でございます。この毎日レジェンド道はこのゼロからレジェンド道のトロ上げ動画でございます。前までね、ごめん、前回の動画で、前回ぐらいからね、このウルトラレアマシマシデッキでやってたんですけど、やっぱね、なんかなんだろうな、僕ね枯渇的な動きがすごい好きなんですよ。ただ使えてないの。その枯渇デッキさ、 KKさんの枯渇とかさめっちゃ見てて気持ちいいし、なんか強いじゃん。だから僕はやっぱ枯渇練習したいなってところで、メガナイト枯渇やっぱり今日もやっていきたいと思います。これメガナイト枯渇はどういうデッキかっていうと、まあスケバレを主軸として、まあ枯渇、うん、ザップ枯渇なんですよこれ。実はこれね、これローリングウッド枯渇じゃないんですよ。まあなんかこうやりゴムとさスケバレがいるから、ワンチャンなんかこうウッドも枯渇できんじゃないのって思われがちなんですけど、イントラがいるんで、イントラでも完全ザップ枯渇のイメージでございます。いやー今日もやってっか、今日もねやってくるんですけど、ちょっかゆ出た、これカットしてないよ今、絶対カットしてない。なんか最近かゆくてね、なんか布団にダニいんのかな。なんかまあでもなんか前モイリンさんとフォートナイトの妹の外で撮影したんですよ。その時に、今もう治ったんですけど、さすがにもう4日、6日ぐらい経ってるんで、さすがに治ったんですけど、もう6箇所ぐらい刺されたの。6箇所これやばいよマジ。夏やべ、もうこういうやべとかも普通カットするんだけどさ、もう残しちゃう。はい、今日はですねこちらトロ上げしていきたいと思います。で今トロフィー数が4030で、最多トロフィー数でございます。あ、ロイホクだ。もうほんわかでロイホクマジやりまくってるさ。それがね、今日も毎日レジェンド動画やっていきます。まあ、ちょっと待って、これ毎日やる動画だからさ、なんかこう、なんかないかな、なんか今ハマってるものの紹介しないと、なんかさ、なんかそう面白く追加できるんだよ。うーん、まあなんか前なんか動画で紹介したけど、このね、サンタドラゴンデッキがね、あ、これ皆さんあれでしょ、これ知ってる人いるでしょ、大人の方とかね、大学生の方とか知ってると思うんですよ、このカード今マジで強い。今キーカード結構今そう、サンダードラゴンデッキやっております。さあ道を、ごめん照明めっちゃ揺れんな、何どうした今日、どうした、頑張れ。それでは今日もトロ上げしていきたいと思います。ポチンとな、今日も元気にトロ上げじゃん。よし、待って、こう眩しい、よろしくお願いします。さあ行くか、今日もね、外これから撮影してくるんですよ。外ちょっとね、1時間半ぐらいかかるところまで、ちょっと遠めなんですけど、遠めのね、ちょっと撮影をしてまいります。はい。ここちょっとザップで。あー、意味ねえ。これ削って、意味ねえな。これ完全な意味ねえな。うん。そう、撮影なんでね。うわ、チュッチュした。愛してるスタンプ。ああ!いや、ああじゃないわ。忘れてた!そっか、これほんわかじゃないから、チュッチュスタンプなかった。あるある、やべ。さあ、ザップ枯渇よ、来い。我はザップ枯渇や。ちょっと、スケバレで、蓋してあげたいね。スケバレでインドラの攻撃当たらないように蓋してあげて、これよくない？蓋してあげるっていうワード。ここちょっと危ないんで、メガナイト。え、フリーズか、やだなー、やだねー、やだの持ってるねー。前、ミッキーです。あ、ミッキーです、ミッキー。辛い辛い、これ辛い、これ辛い。メガナイトワンチャンこれ刺さるよね。オッケー、ワンチャンメガナイト頑張れ。メガナイトワンチャン頑張れ。あー、これちょっと嫌なんで、これポイズンとこうか。うん。これ呪文でね、手札回していかないと負けちゃうんで、結局のところ。惜しい、圧倒的惜しい。よろしく。うん。待って、この動画同期したっけ？ヒヒヒハじゃん。まあ、なんか同期とかあるんですよ。YouTuber 話するとね。いや、これアイスウィズ嫌だな。アイスウィズがさ、結局さ、うわ、マジか。スケバレも死んじゃうし、ゴームにも死んじゃうしっていうところで、結構嫌なカードなんですよね。集中。まあ、ここで破裂させといて、破裂させてベッカの攻撃受けさせたい。オッケー、ここ反撃します。
反撃だって。反撃ってなんか可愛いな。オッケー。で、ここでちょっと、ディガーターゲット取ります。よし、これ、これきついよ、これ厳しいよ、絶対。いやい！待って、集中。うわぁ！防衛フリーズはやりますね。よろしく、よろしく。まあ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 、言っても言っても、言っても結構ね、あれじゃない？優勢なんじゃない？オッケー。で、アイスビーズ来るんで、よし、ここで、奇襲かけます。ここはディガーは、ディガータワーにしよう。よし、いいよ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 。さあ、オッケー！いいね、いいね、いいね。オッケー、ここ集中、ここ集中。一番集中するとこだよ。もういいよ。いや、このペッカ後ろ行くのは嫌だな。感覚的に。なんか、なんか嫌な感じがすごいする。うわー、マジか。あ、なんか、ありがとう、ありがとう。見てくれてる、見てくれてる。うわー、ベッカまた奥行く、やばい。奥行きすぎでしょ。よろしく。どんだけ陰キャラなの、そのベッカ、ほんとに。絶対恥ずかしがり、めっちゃ恥ずかしがり屋。集中。いやー、うわ、マジか。ここ出してくる、出してくる。出してくる。オッケー。オッケーオッケー。さあ、こっちおいで。ちょっと相手のペースっすね、これ。ちょっとディガー飛ばしといて。いやー、きびいね、きびいね、これ。集中していきます。よろしく。煽ってきとるね。オッケー、これ、おいしい。ここ！いけ！よっしゃー！ゴブリンハマった。オッケー。ここで、コウモリ先行してくるでしょ？オッケー。で、こっち、これ、蓋してあげます、まず。まず、蓋してあげて、で、ここ絶対来るんで、フリーズが。オッケー！下ターゲットを取ってる間に、コウモリの群れ。で、ディガーっぽい、オッケー。危ねえ。え、ホグ持ってた？ホグ持ってたん？あんた！あんた何？え、あー、ホグ持ってたんカイザウルス。これもう今日一の衝撃よ。オッケー、集中。ここでやりゴブ追加。ここでディガーでちゃんとカツカツできれば勝ち。で、多分ゴブリン出してくるんでポイズン。オッケー！ここちょっとザップで早く倒してもらって。え、よーい！あ、ごめんね。こんな、こうめっちゃゆったり BGM かかってんのに。やばい。え、待って。え、最多更新中だよ。最多更新中よ。4059。え、このアカウント一応、いつまでやるかっていうと、5000までやろうと思ってて、え、行くで。え、待って待って、まあ、ワンちゃんもさ、これ僕このデッキ、3000ぐらいからずっと使ってんだよね、多分、多分。3200とかから、最初はね、このゴレデッキ使ってて、でもゴレマジ僕無理だなっていうところで、メガナイト枯渇にしたんですけど、いいね。これで行く？ワンちゃん。もう一回行こう。え、これ、ちょ、よろしく、よろしく打ちます。よろしく。よろしく！よし。さあ、同格でございます。え、これワンちゃんいけるよ、ほんとに。行く？行っちゃう？行っちゃうよ！よろしく。よし、行きます。まずね、これが強いんだよね、この。スケバレからのコウモリの群れがめっちゃ強くて、あ、やだ、そういうのやだ。これもポイズンで。ちょっと、過剰な気するけど、もうしょうがない。おー、入ってる。あのね、後ろの方で、プリンスが溜まってくのがマジで苦手で、このデッキ。いきます。やっぱ、言っても細かい系デッキなんで、こう後ろ目がないとかな、間に合うかな。ここ。出ろ。出てくれ。ドン！よし。まあ、ありあり。ここで、ダメージ受けてもいい。しょうがない。カウンターします。一気にカウンターします。オッケー。このカウンター絶対止められないよ。さあ、ここちょっと。オッケー。さあ、いいよ。これはカウンター絶対止められないと思う、マジで。多分。あ、マジか。これちょっとザップこっちに。いやー、きついね。頑張れ。オッケー。入ってる。これは、え？待って、やばい、ちょっと待って。このデッキ好きかもしれん、僕。でも好きってさ、重要じゃん？デッキで。デッキ作るとき。やべ。オッケー、まあ、許容範囲かな。うん、まあ、正直捨ててもいいかな、ワンチャン。いや、ワンチャン耐えて。よし！ワンチャン耐えた。このワンチャンが大事で、
こうポイズン使わせたりさ、ファイブ使わせたり、ホグ飛ばさせたりっていうのが強い。いきます、集中いきます。ここはもうインドラ出しちゃいます。インドラ真ん中に出します。これね、トルネでね、トルネここら辺出されてさ、逆サイっちゃう可能性あるんだけど、一本折られてる場合にはね、大丈夫。ここはね、オッケー、ナイスタイミング、オッケー、ナイスタイミング、グッジョブグッジョブグッジョブ。これ別に無視でいいわ。オッケー。し、ここで、オッケー。これが欲しい、これが欲しい。で、これザップ枯渇の形を作っていきます。ザップ準備して、なんも、オッケー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 。オッケー、集中。でもあともう右完全捨てなんで、あと形作ります。うわ、マジか。それはでけえ。ここちょっとバレルターゲット取って、破裂とザップで死なねえ。やべ、持ってかれる。いや、持ってかれる説ある。これヤバタン、持ってかれたー。いや、これ終わったビーボーじゃない。あっち行け。やめてくれ、やめてよー、やめてよー。今いい調子だったらよろしくじゃないでしょう。言うの後でしょ、後じゃなくて最初でしょう。はい、ということで今日やってきましたけども、でも結構いい感じで戦えてるでしょ。ちょっとマジでこれで5000いけたらマジで熱い。ということでいきますんでよろしくお願いします。毎日こんな感じでね、ゲーム動画と実写動画アップしておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方、あと8月中プレゼント企画、そしてお済みでない方、ぜひともこちらからのボタンからチャンネル登録していただけますね。最新の動画の通知などもいって見やすくなるかと思いますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。早速おすすめ動画、1個ありますんでね、まだ見てない方ぜひとも見てください。どうも、ご視聴ありがとうございました。